どうもビッグマンチャンネルです。いや始まりました。はい、お願いします。今日はあの白鳥大志選手が谷山ジムにあの来てくれています。はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。で、今日これトリプルコラボであのビッグマンチャンネルとあの白鳥大志くんのチャンネルと俊太さんのチャンネル概要欄に貼っとくので、皆さんぜひ、この前ヤーマン選手の激闘本当お疲れ様でした。ありがとうございます。試合前からめちゃめちゃ注目されて、まあそうですね、すごい最後まであの、まあ、激闘だったんですけど、まあ、なんとか勝てたなという感じで、まあ、ダウンも取れたので、うん、はい、まあ、とりあえず無事ほっとしたって感じですね。はい、次戦は決まってるんですか、白鳥君。次戦は決まりました。おなんですか、試合。まあ、ライズ、ライズでエルドラド、まあ、3月にある。そうです、3月26日にで有明アリーナでやるんですけど、はい、相手も決まりました。え、はい、相手誰ですか。これはもうキック界のビッグニュースです。お、はい、と去年ザマッチがあったじゃないですか。ありましたね。はい、それの、 K-1 対抗戦を僕やります。マジ。はい、しかもライズでやります。あ、もうザマッチやってもライズでやる。ライズで K-1 選手が乗る。誰。マジでめちゃめちゃ気になるわ。これはやばくないですか。相手は佐々木大蔵選手。おお、はい、やばい、やばい。この前 K-1 で大和選手やってる。で、それまで10連勝ぐらいしてます。そうですね。佐々木選手は、うん、いろんな強豪選手に勝ってきてます、ね。うんうん、ちなみに僕もクラッシュのタイトルマッチで佐々木くんとやらせてもらってたんで。そうなんです、うん。ちなみにあの組織的には大蔵くん、佐々木大蔵選手とやった時にどんな感覚だったの。はい、あ、でも佐々木くんはオーソドックス相手にはめっぽう強いんですよ。うん、もう今で本当にこの前大和選手に負けたぐらいで、あとは全部あのオーソドックスの選手には間違いなく勝ってます、ね。はい、あの平本蓮君とも一勝一敗で佐々木君が、うん、はい、もうでもほとんどみんなに完封して、深井選手とか、ね、林健太君とか本当に強い選手にもう結構完勝してるんで、オーソドックス相手には完璧な選手だなと思ってます、僕は。ただサウスポーの相手になると白鳥くんみたいな、うん、ゲーオ選手とか、うん、ゴンナパー選手には結構やっぱ完封されてるんで、うん、さあとウェイリー選手にも完封負けしてるん で、うん、でみんなサウスポーなんですよ、うん、なんかトータル的にこうバランスがいいっすよね、うん、はい、うん、だからあんま欠点がないというか、うん、確かにその戦術というか戦略としてはどういう風な感じでいくとかであんまり、まあ、まだまだそこまでその対策もまだ出てはないんで。ああ、そうだね。まあ、まあ、それはこれからやっていくって形になるんですけど、うん、まあ、ただやっぱね、せっかくだから言える範囲でどんな感じでいこうと思ってるのかだけ、うん、ざっと。あ、その僕の中でこの、まあ、ライズでやるんですけど、まあ、一応 K-1 の対抗戦で形で出させていただくんで、やっぱり前回のザマッチでの恥をかいた試合があるんで、もうそれのリベンジというか、なんだろう、リベンジというか、まあ、K-1 に対して、うんうん、ああ、そっかそっか、俺あんなもんじゃないぞっていう、はい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 、ちょっと見せつけるような試合をしたいな。なんか最初言われ、あの聞いたのは、僕が逆に K-1 側に出ていくっていう、うんうん、ああ、はいはいはい、K-1 の多分そのビッグマッチがあると思うんですけど、うんうん、そこに僕が出てくるっていう話を聞いて、うん、めっちゃワクワクしたんですよ、うん、おー、そんな、うん、ついにそういう時代来たな。まあ今これまだあの記者会見とかやる前に、まあ、撮ってるんで、あの本当にどの本当になんか誰と誰が他やるかとか全く今は分かってないんですけど、ただこの K-1 とライズがお互いの興行であの選手をぶつけ合うっていうのは本当にめちゃめちゃワクワクするし、なんかザマッチが9ヶ月ぶりに帰ってきた感じ。なんかキック界が一つになりつつあるのは、うん、確かに。白鳥君的には今ライズで試合をすることが決まって決まったけど、はい、どっちかといったらどっちに出たかったな。正直言っちゃうと、うん、僕 K-1 行きたかったです。おお、それは、うん、なんで、なんでやっぱその、うん、K-1 って僕、うん、今まで僕の試合を見たことない人とか、うん、絶対その観客のファンが確かに確かに確かに K-1 ファンっているじゃないですか。はい、そこに、うん、やっぱライズから乗り込んで、うん、あのライズの良さを伝えたいし、うんうんうん、ライズにはこういう選手もいるよ、うんうんうん、っていうのを見せたかったんで、うんうん、でも今後、まあだってね、これで交わるような、まあ、垣根がなくなるようなことがあれば、はい、今後出る可能性もある、ね、まあ、出る可能性もあると思います。それ楽しみですよね、はい、うん、めちゃめちゃ楽しみ。加納さんから何かありますか。
そうですね、その今交流戦が始まってキック界はこうなるっていう谷山さんの予想をちょっと聞きたいな。でもそうやってトップ選手をお互いの団体に出し合うっていうのはめちゃめちゃいいなと思いますね。あとやっぱビッグバンもともとそのブレードっていう団体でライスさんとレベルスさんとビッグバンで3団体でやらせてもらって、やっぱりその時にやっぱチャンピオンやったのが那須川天心君で、で天心がその時リングでタケル選手にやりましょうって言ったのがあの2人 のストーリーの始まりだったんで、新しい伝説の幕開けというかそういうことですね。そうですね、うん、またここからいう伝説の試合が生まれるんじゃないですかね。いやじゃあちょっと次戦楽しみにします。はい、はい、頑張ります。あと白鳥くんやっぱり今もう単刀直入に行くけど彼女はいるんですか？単刀直入だよ。格闘技の話終わりですか？格闘技の話どうでもいいどうでもいい彼女はもういないです。おいないいないけど、もう応援してくれる女の女性ファンみんなは楽しみだもん。かっけえ。白鳥くんは、なんか、結婚願望とかあるんですか？今26歳ですよね。今26だけど、多分動画が出る頃には27歳です。あなた、最終だから。まあ、結婚願望は、そうですね、今はないかなって感じなんですけど。うん、今後出るような可能性がある。ああ、今後ははい。いや、したいなと思うんで、今はないっていうのは、やっぱ結婚した後、うん、まあ、それがモチベーションになるってこともあると思うんですけど、うん、はいはい、そんなに別に器用なタイプでもないんで、うん、とりあえず今は自分のことを頑張りたいなと、うんうん、もうちょっと女の子からの連絡というか、うん、もうその誘惑が止まんないと思うんだけど、はいはい、やっぱなんか二股とかはしたのかありますか？僕それはないですね。僕それよく聞かれるんですよ、はい、何人彼女いるとか、うん、はい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 、みんなにそれは一回もないです。あ、じゃあ別に付き合ってなくていろんな人と、まあ、そういう行為にしていたかみたいな。いやまあ感じシュンタいい加減にしろ。じゃあ、私、じゃあ最後に、谷山さん、お二人の、ま、今回トリプルコラボじゃないですか、ね、うん、はい、他の二つの動画ではどういったことをやるかってところと説明して、じゃあ締めてもらいます。はい、まずね、シュンタさんチャンネルでは、はい、大食い企画をやらせてもらってます。ごめんなさいね、すいませんね、大食いチャンネルはちょっと最近まだ立ち上げさせてもらったやつでちょっとコラボさせてもらっちゃったんですけど、すいません、はい、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、ありがとうございます。で、白鳥くんのチャンネルではなんと白鳥くんにドッキリをさせてもらってます。いや、ドッキリ仕掛けられました。いや、絶対おもろいところなんですね。ちょっとこのクールな男のきょどったリアクションをぜひ見てください。じゃあ、白鳥大志選手、3月試合、本当頑張ってください。頑張ります。皆さんもぜひ、白鳥くんに応援コメント、どしどしください。あと、チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ、すみません、白鳥選手、じゃあ、本日はビッグバンチャンネル、ご出演ありがとうございました。はい、もう本当最後の最後に今回聞きたいんですけど、はい、もし、まあ、キック界ね、K1 とかライズっていう垣根がなくなったとして、現実的な可能性が出てきたわけですから、まあ、そういうの全部なくなったとして、戦いたい相手って言いますから。うん、そうですね。まあ、今いるとしたら、まあ、ちょっと階級上なんですけど、アンボルギア選手。おー、おーやばい。K1 抜けたじゃないですか、最近。確かに。だから、ね、多分、やれるチャンスはいつでも、あるだろうなと思って。すげえ。そういう 67.5 とかでも大丈夫なの白鳥。まあそこはちょっとしっかり話し合って、うんうん、まあもし本当に決まるようであれば、うん、可能性はあるのかな。ビッグファイトですね。楽しみですね。それ楽しい、実現したらちょっと皆さん交互期待です、はい。